はい、ありがとうございます。圧倒的な人気に応えました。今のお気持ちはいかがですか？はい、本当にホッとしております。それだけプレッシャーというものも大きかったんですか？そうですね、さすがに、かなり緊張しました、ポケットにいるときは。はい、そんな緊張の中レースを迎えて、道中も最高峰での追走、まあ、見ている側としては大丈夫なんだろうかと思っていらっしゃるファンの方もいらっしゃったかと思うんですが、あのあたりの心境というのはいかがだったんですか？そうですね、もうリズムを取ることだけ心がけて、あとはもう直線に向いて追い出せば届いてくれるという、強い思いで、信じていましたから、あとはもうただじっくり、はい、乗ってました。直線を追い出してから本当にすごい足を使いました。乗っていていかがでしたか？そうですね、追い出した時にかなり、逃げ馬が遠くにいたので、すごい行ってるなと思いましたが、本当にいい足で、しっかり動いてくれましたから、ゴールにたどり着くまでには、全てを捕まえきれるという、強く思ってました。突き抜けた瞬間はいかがでした？そうですね、ゴール前に、レッドリベルと、馬体が合う形になりまして、それでも一瞬もひるむことなく、あっさりとかわしきってくれたので、非常にホッとしました、ね、先ほど口取りで指を1本天に掲げていらっしゃいました。2本、3本、さらにもっと増えることも期待してよろしいですか？これだけの馬ですから、そういう思いで、まず1本指を立ったので、そういう競馬ができるようにこれからも頑張っていきたいと思います。ではそれを楽しみにしているファンの皆様へ一言お願いします。はい、暮れの G1 で、2着に負けてしまい非常に申し訳ないと思っていますし、今日、この子がしっかり勝ち切ってくれて G4 目になることができましたから、これからも、今までと変わらぬハープスタイルの応援をよろしくお願いいたします。川崎氏に話を伺いました。皆様大きな拍手をお願いいたします。やるんだったらお前もっと頑張るのに進んでるわ多分。